2023年同社大学の問題を説明します。モル湿度が M、濃度水温を水に溶かし 70% 濃度が X% の水溶液を作ったと。で、密度が D グラムが1個センチメートルだった。この水溶液のモル濃度、湿度モル濃度を求めなさいと。感染と濃度が X やから、これ、1000立方センチメートル、これは1リットルかな、1リットルで、1000D かけたら、これが溶液の湿度かな。で、C1 を求めなさいけど、C1 モルト。で、モルやけど、これ、これで、グラムに変わるな。こっち側が溶液のグラム。溶液で、こっちが溶質やな。で、かける100にすると、X やな。で、これで C1 を出したら、C1 は、どうなるかというと、N 分の 10DX になる。ね、こうなると。次、C2 や、質量モル濃度、C2 を求めなさいと。で、これは、溶液が全部で 1000D やな。1000D と。で、1000D から、引く、C1M、これ引きます。で、これ、溶質のグラムを引いたら、これが水のグラムやな。で、これにかける10のマイナス3乗すると、これはキログラム、水のキログラムに変わります。で、これ分のやな、これ分の C1。これ C1 とすると、C1 は、これは、水、何モル溶けてるかということだからな、これ、何モル溶けてるかということだから、これが C2 になるな。で、これをね、変形していくと、答えは、どうなるかというと、100マイナス X の、M かけて、1000X、10000X、これ C1、C2 はこうなる。これ C、これ計算していくとこうなる。ね、これ C1 を代入したんだけどな、 CYM10DX を代入してな、これ変形していたらこうです。次2番、溶解度硝酸カリウム 15°C への水の溶解度は 25°C である、25である。 50°C における質の硝酸カリウム水溶液を 100g 完全に溶かした。この水溶液を 15°C に冷却すると 25.5g の硝酸カリウムが積中したと。で、質量モル濃度を求めなさい。これ K の3、硝酸カリウムというので、これは、15で25を溶けてるな。で、積出したやつは 25.5 やから 50.5g 入ってたってことだな。これは、39と14と48で 2上がって100いったな。110分の 50.5 やから、これは 0.5 モルか。で、0.5 モル入っててね。で、100g やから、0.2kg の水に 0.5 モル入ってたんで、5モル毎キログラム。質量モル濃度は5モル毎キログラムになります。はい、終わりました。